豊坂交通株式会社とは、タクシー、ハイヤー、バス、トヨタ自動車役員社の運行管理業、並びに、トヨタ自動車工場車有バスへの乗務員派遣、特定新書便事業などを経営する企業で、本社は愛知県豊田市にある。主要な運行本部は、ハイヤータクシー運行部門、バス運行部門、車両運行管理受け負い部門に分かれる。 いわゆる競技のトヨタグループ企業と思われがちであるが、現時点で役員交流はあるが、資本関係はないため、競技のトヨタグループに位置づけされている。1953年に、豊栄運輸株式会社として設立。2002年4月1日より、豊栄交通株式会社へ、社名変更した。一般貨物自動車運送業は分離した上で、豊阪運輸。 木村ユニティ運輸事業部と統合し、ユーネットランスとなった。豊田市その他主要なバス部門定期送迎業務として、豊田自動車本社地区における通勤シャトルバス、工場通勤バス並びに、豊田自動車東富士研究所定期連絡バス業務、豊田グループの、電装愛信豊田防食、愛蔵工業、35、豊田テクニカルディベロップメント、日進防ブレーキ、 トヨタ鉄工など多くの自動車関連産業の従業員送迎を行っている。その他、豊田市、岡崎市、三好市、日清市など周辺自治体の各種学校、子ども園の遠足、社会科見学、野外学習センターなどの生徒、児童送迎、豊田市の税営葬儀の送迎、巡り屋セレモニーの葬儀送迎、その他市内葬儀業者の送迎、各種飲食店、 旅館等の宴会送迎も行う。ありがとうございます。